この一撃に全てをかける。どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はスターレジェンド10連ガチャが第2弾がありました。スターレジェンド第1弾のガチャの方ではキャラクターのガチャだったんですけれども、今回は召喚石のガチャということで、私も回していきたいと思います。ちょっときついか、ずっとやるのは。ちょっとずっとやってやろうかなと思ったんですけど、ちょっときついかなと思ったんで、ちょっと今俺腕冷や汗してきた、冷や汗してきたわ。ちょっと回していきたいと思います。で、今回スタレね第2弾なんだけど、石確定ということで、俺ねめちゃくちゃ欲しいのがある。まだラインナップ確認しないけど絶対あるでしょ。ドゥルルルル、カリュブディスがある。カリュブディスっすわ。俺今何凸よ、1凸か2凸ぐらいじゃない。俺ね、出たらカリュブディス、今回出たら今後使うわ。うん、俺はちょっと無凸、無凸なのか、本当に俺無凸、俺絶対引いてると思うんだよな。カリュブディス無凸なんだけど、いや俺カリュブディス無凸だと思ってないよ。事実をねじ曲げる男、事実を歪曲しろ。ピュ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 、わあ、ないわ、カリュブディス。え、俺無凸しかなかったっけ、あれそうだったかな。わかった、じゃあ2個使おう。カリュブディスが出たら今後2個使って、貫突するわ。俺1つだと思ってたんだけどな。まあまあまあ悪くないわ。俺認めたくなかったけどな。私は否定する、カリュブディスを無凸しかないというこの自分の現状を。じゃあ行きましょう。敵割りは何パー？ 12.5%。 悪くない、かけよう。ハズレはエウロペ、カグヤ、カツオヌス、カーオン、ガブリエル、バルナです。課金してるとこうなるやな。流血講師ないんじゃない、だから一応 25% の確率、4分の1の確率で、まあ、かぶりじゃなく、引ける。流血講師、カリブディス。で、カリブディスは大当たりだから、俺はもうこのまんま、貫突、混合を使って貫突したいなと思ってます。流血講師何枚持っとる？流血講師0枚じゃない？なんなら。なんなら0枚じゃない？そうだよね。多分、ない気がする、ない気が、気が気が、流血こう、そうだよね、引いた記憶ないもん。よーし、相手にとって不足はなし、このスタレは当たりや。ましていきましょう。大戦よろしくお願いします。今日最終、今日から始まるか、五戦場が19時からなんなら始まるんで、ちょっと一丁ねサクッと回して最後の準備を。スタレ第1弾の時点でも言うてた、最後の準備をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ここの虹は出ないかな。泣けるでぃ。何も出なくて泣けるでぃ。ここからだな。この金箱で、この金箱で、ちょっと一丁、俺の占いするわ。俺の古戦場の運勢を占うわ。俺の古戦場の運命はこれだ。なるほど。わかった。ありがとう、運営。頑張ってね、走れって言われて背中を押せ、完全に今背中押されたわ。走ってね、頑張って、あなたならできるわよ、頑張ってね、ミザ言われたね。グランブルーファンタジー2とかいうタイトルで青空ファンタジーをやったらダメよ、言われたわ。背中を叩かれてるかもしれない。行くぜ。はあ、これが俺の最後だ。行くよ母さん。ママなの？ママ？あなた、ミザ、行きなさい。エリクシールハーフで走りなさい。ママー！